ベンジャミン・ウィリアム・ホワイトは、イングランドプール出身のサッカー選手。アーセナル所属。ポジションは DF。サウサンプトン FC のユースチームでプレーを始めたが、16歳の時に退団。その後、ブライトンホーブ・アルビオン FC のアカデミーに入団した。2016年8月7日、エフルカップ1回戦のコルチェスター・ユナイテッド FC 戦でトップチームデビューを果たした。 2017から18シーズンは、エフルリーグ2のニューポートカウンティ FC に期限付き移籍。2018から19シーズンは、一旦ブライトンに復帰し、冬の移籍ウィンドウで、リーグ1のピーターバラユナイテッド FC に、期限付き移籍した。2019から20シーズンは、エフルチャンピオンシップのリーズユナイテッド FC に、期限付き移籍。リーズでは、すべての試合でプレーし、 チャンピオンシップ優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。2020年の夏にはリーズへの完全移籍もしくはタクラブへの移籍も噂されたが、最終的にブライトンとの契約を更新した。2020から21シーズンはプレミアリーグ36試合に出場し、クラブの年間最優秀選手賞を受賞した。2020から21シーズンは ブライトンでプレーする。主にスリーバックの右としてシーズン36試合に出場した。2021年7月30日、アーセナル FC への完全遺跡が公式発表された。背番号は4番。8月24日、前日のチェルシー戦前の新型コロナ検査で陽性反応であったことが発表された。 2021年5月に初めてイングランド代表チームに招集され UEFA ユーロ2020の暫定登録メンバー33人の一人に選ばれた6月にオーストリア代表との親善試合に出場しイングランド代表デビューを果たした6月7日負傷離脱したトレント・アレクサンダー・アーノルドの公認として UEFA ユーロ2 0 2 3カメンバーに登録された ありがとうございます。